サリー様。なんだ。俺、今日実行するつもりなんだけど。そっか。よし、頑張れ。いや、協力してくれないのかよ。甘ったれるな、バカ者。お前の鬼畜変態行為を手伝う気など、毛頭ない。え？肝心なところで無責任なんだな。じゃあいいよ、一人で行ってくる。待て。ん？肝心なことを忘れていた。はい？食事代。それくらい自分でどうにかしろよ。拉致監禁されていると電話してもいいか？言葉に詰まる一平にもはや選択の余地はない。予定通り彼女はやってきた。こんばんは。一平の獲物、清純派アイドル九条さくらである。休みの日って何をしてるんですか？録画しておいた映画や DVD を見ていることが多いですね。意外。インドア派なんです。私、友達もあまりいないですし。そうなんですか。彼女、もしかして少女？いや、さすがにそれは。それじゃあまた来ます。と、逃がすか。あの。はい。この後、時間ありますか？え？その、食事でもどうかなって。私もまだ夕飯食べてないんです。だから、一緒にご飯食べに行きましょう。来たー！本当ですか？はい。夢のようです。さくらちゃんと一緒に食事ができるなんて。じゃあ、お店が終わるまで、どこかで待っていましょうか？いえ、店はもう閉めるから大丈夫です。でも。5分で片付けます。少しだけ待っててください。そんなに急い。出会って間もない男の誘いに、あっさり乗ってくるアイドルに一平は確信する。彼女が無意識の望み、レイプ願望があることを。今すぐ、やりますから。こんな時間まで引き止めちゃって、ごめんね。それに、アイドルをこんなに酔わせちゃって。それじゃあそろそろ帰りましょうか。お、いよいよだな。じゃあ家まで送るよ。大丈夫。ちょっと危な。あれ。彼女を一人で返すわけにはいかない。一平は結婚の場所を家。わかりました。じゃあ送ってください。ありがとう。プリーズレイプミー、九条さくら、 B を B に P してください編。暗い公園の夜道を無防備で千鳥足なアイドルを連れて歩く一平。少しだけ休もう。ほら。はい。どう？少し落ち着いた？ええ、ありがとう。あの。ん？私、してみたいんです。うん。笑わないで聞いてくれます？うん。何をしてみたいの？だからその、恋愛。とか。ああ。でも事務所からそういうことはご法度だって。青春派アイドルだもんな。九条さくらはそうかもしれません。でも河野さくらは違うんです。恋愛に興味はあるし、それに性欲だって人並みに。あ？あ、今のなしで。で、ああ、うん、分かった。保坂さん？さくらちゃん。はい。この声聞こえる？え、何がですか？ほら。声を聞きつつ、彼女はどこか落ち着かなそうにもじもじと足をすり合わせる。ほら、見てごらん。あの、誰もいませんけど。A few moments later. 窓の外で今まさにレイプされようとしている女がいるぞ。なにーな、てめえ。そんなわけあるか、バカ者。ホームラン級のバカだな、お前。
ほう、何かと思えば。返せよ。ああ、やめ、このうむ、これはかなり派手にやったようだな。実にお前らしい鬼畜っぷりだ。お願いですから返してください。で、次はこの写真をネタにレイプするのか。そのために撮影しておいたのだろう。そこまで考えてなかった。お前鬼畜だな。うん。でもそうか、その手があったか。お、いや、実は今日出勤してくる前に立ち寄ってもらいたいところがあってね。はあ。一平君、麗京大学って知ってるよね。ええ、まあ。そこに僕の友人がいるんだけどね、その人に会って DVD を借りてきてほしいんだ。ねえ、別にいいですよ。ありがとう。じゃあ頼んだよ。あ、それってどんな DVD なんですか。あ、麗京大学か。まさかこのタイミングで彼女たちの大学へお使いを頼まれるとはな。これはもう運命、そうデスティニー。きっとレイプの神様が俺に彼女たちをレイプしろって言ってるんだ。しかし、どこへ探しに行けばいいんだ。あそこにいる女に聞いてみるか。あの、すみません。はい。え、さくらちゃん、マジかよ、まさかいきなりビンゴとは。まさかこんなところで会えるとは、偶然だね。どうしてあなたがここにいるんですか。今すぐレイプしてあげようと思って。ここ学校ですよ。俺はどこでもいいよ、さくらちゃんが望むのなら。やめてください、私そんなこと望んでませんから。そうかな。でもほら、レイプされた後のさくらちゃん、こんな満足そうな顔してるし。どうすれば。え、その写メ処分してくれるんですか。とりあえず場所を変えようよ。え、この時間どこか使ってない教室とかあるでしょ。この教室なら今の時間は誰もいません。3 hours later. 考えられない。全部出たぞ、さくらのおまんこにぶっかけてやったぞ。さくら、例の計画だが、寝ぼしい人間にメールを送っておいたぞ。ステージの方は抑えられたのか。ああ、さっき店長と話してきた。友達から無料で貸してもらえるって。念のため、だなことを考えつく人間は鬼畜変態万年式乗魔のお前しかいないな。褒めてる。ところで、ここ数日洗濯に出したパンツが一向に戻ってくる様子がないようだが、何か事情を知っているか。下校！また下着泥棒が出たんじゃねえのか。まあよかろう、いずれ犯人が見つかった時は叱るべき報いを受けることになるだろうからな。叱るべき報いって。死んでも殺す。またはプリン100個とうんまい棒全種類1000本ずつ用意させる。そんなに買えるか。うん、いやと犯人も思うだろうな。ええ、彼女はさくらなんじゃないかって、その噂で持ちきりですよ。先生、さくちゃんはさくらちゃんじゃないっす。さくちゃんマジ